今お茶入れてあげるから。本当？あれ？変だな。デジャビュが。美味しかったら美味しいって言ってもらえるだけで、私はいっぱいだよ。将来私パティシエになれそう？よかった。私の夢だからね。一応は。覚えていてくれたんだ。なんか嬉しいな。うん、料理人もいいよね、割と。それもそうだよね。昔将来の話とかよくしたよ、双葉と。もちろんその手の話ばっかりじゃなくて、いろんな話を。双葉が足の怪我をしていた時期は、その日の出来事とかいちいち報告したりもして。京介ちゃんたちが仲がいいの分かるよ。ごめんね、遊園地では変なこと言って。ねえねえ、ところでこの制服どう思う？かわいい？これ店長の趣味なんだけどね。
まあ店長女の人だし。でどう思う？中身は？念のためだよ、念のため。邪魔されたくないっていう、これが乙女心ってやつかな。ううん、冗談じゃないんだ、京介ちゃん。私だって女の子なんだよ。よかった。私はどうだったかな。うん、私は昔から京介さんに対して今みたいな感情持っていたような気がする。なんだか忘れちゃっていたけど。レモンティーの方が良かったかな。ファーストキスはレモンの味ってね。あ、ただ。
すぐ押しつぶされるよ。とにかく撃ちまくって。みんな諦めちゃダメだよ、お兄ちゃん。諦めたらそこで終わりだから。エマちゃんは強いね。大切なものを守りたいなら強くならなくちゃ。私もみんなのことが大切だよ。ちょっと、消えたの？
京介だって。お兄ちゃん、やったね。終わらない。絶対に変わらないよ。兄ちゃん、びっくりした。まるで死んでるみたいに目を見開いていたから。起きてる？